NF タイプの将来を見る際信じやすいと書いてあってですね、クレイデュロウズインルッキングアヘート、理想主義者は信じやすいですと。彼らは簡単に無保留に物事を信じる傾向があり、これは彼らの懐疑的じゃないところ、懐疑的ではないということなんですね、はい。NF 型は信じやすさで実際にはかなり無垢ですと。彼らはどこにでも善を見ており、誰にでも善があるかのように善が世界に現実的に恒久的であると信じています。そのため彼らは原則を信じて個人的に指導者を信じている場合を除いて原則を信じてまた個人またはグループに自らを約束することが非常に早く使命に参加します。使命的なことに参加するということですね。ある個人またはグループに自分自身を約束した後、NF 型は全てのタイプの中で最も忠実であり、しばしば熱意を利用して支持者を獲得し、その運動を前進させるために使いますと。NF 型は時に原則よりも関与する人々に対して情熱的な献身を示すことがあります。極端な場合、彼らは自分自身の信念についてピエール・ジャネの言う固定観念を持つことがあり、それらに厳格に固執し、理性や経験に対するどのような訴えにも動かされないことがありますと。しかし、理想主義者は運動に巻き込まれることがありますが、それが人々の状況を改善する試みがある持続的な意義を持たない場合、長い間関与し続けることはありません。例えば、1960年代、フラワーパワー運動がサンフランシスコのヘイト・アシュベリー地区を中心にしていた時、それは主に SP 型の人々で占められていた運動でしたが、そこに多くの NF 型も加わり、SP 型が瞬時にその中で自由に生きているのを見て、自分自身もこの自由を体験したいと思ったと。なるほど。運動に参加したのは、この SP 型がその自由にやってるのを見て、はいはい、自分もそうなりたいと思ったんですかね、うんうん、参加しましたと。しかし彼らは自己意識を持たないこともなるほどね、はい、要は僕たちは自己意識を持ちたいと思ってる人たち NF、はい、どこかに、うん本物の僕がいるって思ってる人たちなんですよ、うんうん、しかし彼らは自己意識を持たないことも将来への関心も放棄することもできず、はい、まあ、SP の人は明日は見てないですからね、はいはい、今ですもんね、 今の人たち自由にやってるが、はい、今の人たち、はい、自分なんてあるの、うん、っていう人たちですもんね。自分があって何なのですもんねそれって役立つっけって話ですよね、はい、なのでその運動はこの NF 型をわずかな時間しか引き止めることができなかったため彼らは幻滅して去りましたと。 NF 型がコミューンに移動する速さは彼らが自己実現と独自のアイデンティティを表現する方法を探し求め意味と誠実さを求める間に自己実現に取り組む姿勢が変わっていきます、そのため理想主義者は信念を追求する際に情熱的である傾向がある。その一方で意味と誠実さを求めるためにアイデアからアイデア、人から人、目的から目的と羽ばたく知識や感情のありのように見えることがあります。彼らは意味と誠実さを追求する際のアマチュアであることがあります。常に明日を見てるので、はい、はい。で、自己成長ですよね。自己成長の、はい。ここじゃないなと思ったら早いんでしょ。はい。ここにいる意味あるのかですもんね。自己成長のために。はい。僕は今ここがあると思って、はい。4年やってます。はい。はい。そこはやっぱり一人で撮り始めた動画は、はい。早かったですね。はい。はい。どげんかせんといかんと思ってるんですけど。はい。
NF は優しいが、あ、篠宮さんごきげんよう。ごきげんよう。NF は優しいが、事実よりも均衡を求めようとして、正しい方でも強ければ無理やり反対しようとする傾向を持っていると思うと。まあ事実は重要じゃないんですもんね。仲良くするとか、みんながみんなのために思って行動しようみたいなのが正義なわけですよね、NF 的には。だって事実は、はい、まあ、僕もその事実が正しいと思うことが、はい、時がありますが、はい、人によってやっぱ事実って違いますもんね、はい、だったらやっぱりこの折衷案、折衷案折衷案みたいなところですよね。三方一両損、はい、なんかこう事実とかもむしろ関係ない仲良く戦争戦争とかはどっちがいいとか悪いとかも関係なくてやめたらいいって話ですよね。まずやめようが先じゃないですかね。はい、はい、みたいなとこじゃないですか、うん、仲良くしよう。はい、はい、NF は正しさに刃を見出しやすいから反発しやすいんでしょうねと。あ、そういうところはあるでしょうね、うん、はい、正しさの刃で人が傷つくなら、はい、それは正しいのかって話をするでしょうね。はいはいはい。じゃあ過去、ミスティカル・イン・ルッキング・バックだと。過去を振り返る際は神秘的だと。一部の理想主義者は、事故や不可解な出来事は単に悪いことが起こる、合理的な手段では説明できないものであると信じていますと。これらの N 型の人々は、謎めいた因果関係を受け入れることに満足し、なぜそうなるのか、どうしてそうなるのかがわからないか、伝えることができないことを勇敢に受け入れていますと。あ、どうしてそうなるかわからないこととかも全部受け入れると、うん、しかしこのような態度は最良の場合でも単純だと思われることがあり、最悪の場合では拒絶とみなされ、まるで頭を砂に埋めて隠しているかのように見えることがありますと。まあ、そうですよね、はい、全部もうそういうのは運命なんだよシュッてシュッてやっちゃうわけですもんね、うんうん、あ、もうこれも起こるべきして起こったことだね、うん、みたいな感じ。 SJ の宿命とはちょっと違う。そうですね、なんかそんなに悪くは受け止めてない。それも僕の成長のために必要なことだよ。うんうんうんSJ はもうそれは運命だからですもんね。ああ、そういうのはないですね。もう必死に頑張ってダメだったらそれも運命みたいな。でこれは僕に降りかかったってことは、はい、何か意味がある。意味がある。はい。でそれは僕なら解決できるから起こったことだ。はい。はい、解決できなかったとしたらそれは解決できなかった。はい。っていうことだったんだねって。とかまあ解決できなくても何か意味があるじゃないですか。この解決できないことにも意味がある。本当砂に埋まってますね脳みそが、はい、砂だらけですね本当に、はいはい、他の理想主義者は不幸な出来事の原因を自分たち以上の力に起因し、悪運や神の意志、それぞれ SP 型や SJ 型がするように、悪運や神の意志ではなくもっと神秘的で不可解な原因に帰することがありますと。伝統的な宗教の教義によれば、悪の源はキリスト教の原罪、ユダヤ教の死の天使、ヒンドゥー教や仏教のカルマなど。あ、前世みたいな話ですかね、はい、ああ前世がねって、壺買ってなかったからとか、そういうことですかねまあいろいろじゃないですか、はいはい、多くの理想主義者に満足を与えますと。しかし彼らは秘境的な宗教やカバラの文献、様々な難解な形而上学的なシステム、神秘主義、占星術、スウェーデンポリアン主義などなどを探求し、そっちに原因を探し求めます。カール・ユングは思い出、夢、回想で、思春期にさえ彼はこの因果関係の問題に魅了されていたことを思い出しています。苦しみ、不完全さ、悪の理由は何だったのか、と彼は尋ね、キリスト教の教えや西洋の合理主義に不満を抱き、神秘、東洋宗教、超心理学の神秘的な世界で答えを探しました。
確かにユングは、はい、東洋に行って、はい、マンダラを見て、はい、これかって僕が思ったことがここに記されているって思った人でしたね。はい、はい、まあ、二等辺もよくそういうこと言いますもんね。はい、はい、確かに。もし超心理学的な現象が起こるなら、宇宙の合理的なイメージは不正確で不完全であるということです。その場合、現象の世界の背後、またはその下に存在する他の価値を持つ現実の可能性は避けて通れない問題となり、私たちの世界、その時間、空間、因果関係は背後、その下にある別の秩序と関連しており、そこではこことそこや前と後ろは重要ではないことを認識しなければならないという現実に直面しなければならないでしょうと。もう一回読んでいいですか？はい。もし超心理学的な現象が起こるなら、はい、宇宙の合理的なイメージは不正確で、はい、不完全であるということだと、はい、その場合現象の世界の背後またはその下に存在する他の価値観を持つ現実の可能性は避けて通れない問題となり、私たちの世界、その時間、因果関係はその下にある別の秩序のものと関連しており、そこではこことそこ、前と後ろは重要ではないことを認識しなければならないという事実に直面しなければならないでしょうと。神秘を信じるならって話ですかね。カーシーの説教ですか？説教まあ神秘を信じると、このなんか、まあ、法則とかが間違ってることになるからみたいな、因果関係も全部なくなっちゃうよみたいな。なるほど、はい、そういう意見もあると受け止めておけばいいですね。これがこうなるかこうなるって結果も全部崩れちゃうよみたいなっていう問題に直面するよって話じゃないですか、神秘を信じすぎると。カーシーの説教ですかカーシーの説教かもしれないなるほど、ちょっと受け止めます。はい、はい、言うことは聞きませんがへーぐらいで、 N の説明がとてもよくわかると。 F で解釈するか T で解釈するかの差だと、 NF、NT の差になると考えるととても納得できると。